どうも、はじめ社長です。今日はですね、朝早くからここ茨城県の方に来ております。今日何をするかと言いますと、簡単に言うと蜂退治の動画を撮ろうということで、今から僕が蜂の巣をこう取り除いて退治するっていう動画を撮るんですよ。手としてはもう本当に蜂怖いんで、多分普通に僕がなんかリアクションでギャーギャー言うっていう動画に見せかけて蜂の退治してる時に後輩の服の中に蜂が入ってくるドッキリやっていきたいと思います。もちろん蜂刺されると本当に危ないんで、安全な蜂、針がついてない蜂を使用させていただきます。で、蜂退治するとき、僕もちょっとまだよく分かってないんですけど、多分防護服着るんだよね。蜂が入ってこないようにしっかり防具された服で退治すると思うんですけども、その隙間に待って、本当やばい、マジやばい。その隙間にですね、こっそり針のついてない蜂を入れてしっかりと蜂退治させていただきたいと思います。ちょっと本当僕も嫌です。いち早く蜂の巣の駆除は頑張ります。蜂嫌いだけど蜂の巣取りに行くぞー。おいしょい。よし、こんにちは、はじめ社長です。健介です。健介さん、はい、なんで黒い服着てきてんだ。いやいや、なんで黒い服着てきてるんですか。やはりですね、蜂というものは蜂蜜とか美味しいんですけど、やはり時には脅威なんですよ。刺されると危ない。やっぱ中にはその蜂の巣ができて困ってる人がいるんで、それの駆除の方法を、撃退する方法を知っとくのに越したことないなと思いまして。確かにね。私今日やります。うん、ちょっとビビってるんですけど、さっき蜂いたんですよ、そこに。マジっすか。でも刺されたことあるんですか。ない。ないんですよ。大丈夫か。大丈夫っすね。大丈夫じゃないだろう。多分痛いんですよ、刺されたら。まあ痛そうですよね。でも僕撮るんで、健介をカメラマンに提してください。任せてください。もう頼んだよ、本当に。普通に撮ってるわけですもんね。まあでもこれを見れば蜂の巣の取り方は分かると思う。決して真似はしないでくださいね。プロの方も一応お呼びしておりますので。というわけで今日は蜂マスターにお越しいただいております。松田さん、どうぞ。いや、どうもどうも、こんにちは。よろしくお願いします。どうもどうも、よろしくお願いします。大丈夫ですか、今日。僕大丈夫はないね。やっぱりもうね、格好がダメだね、今日の。もう黒はやっぱりやばいね。アウト。どういう点がやっぱ危ないですか。危険なことだけちょっと知っておきたいなっていうのが。そうですね。巣があると人間が近寄るとバーッて出てくるわけですよ、察知してね。まず出てくるっていうのは、先発部隊で気が荒い親衛隊みたいのがうわーって出てくるんですよ。歩兵みたいなならず者のやつらが。それにびっくりしてうわーってなってると、声でまた反応しますんで。声でも来ちゃうんですか。声でも来ちゃう。うわー、高い声はダメじゃん。低めにびっくりする。おーおーとなったら OK だけど、キャー的な声はマジで来ますから。それとそういう人たちがまあ狙われる。もし出しちゃった場合の対処法みたいなのあるんですか。わーに返しますね。ああ、大体僕の経験上、撮影してて大体2回に1回は刺される人いるんで。50/50じゃないですか。ダメじゃないですか。松田さんは刺されたことあるんですか。しょっちゅう刺されますよ。マジっすか。今年はもう5回刺されて。待ってください、よく生きてますね。いや、生きてます、大丈夫です、鉄人なんで。あとね、防護服も弱点っていうのがあって。防護服に弱点があるんですか。あります。まずね、首この辺ってね、ちょっと薄いんですよ。後で来たら分かると思うんですけど、そこに止まられてたかられると、あいつは何回でも刺せるんで、知らず知らずについててずーっとこうやられてると、たまに入っちゃうんですよ。なるべく止まられないようにすればとりあえず大丈夫です。あと手もそうです。手もやたらきますので、気づいたらすぐ払う。こういうの作業してないとやっぱ刺されちゃうんですよ。松田さん、いいですか。はい。刺された後はどうすればいいですか。なんか手あげた方がいいですか。刺されたら、はい、痛いって言わないで手あげましょうか。じゃあ、わかりました。蜂取りは痛いって言わないから。そっか。蜂取りはなんて言うんですか。何も言わない。何も言わない。そこには言葉がないよ。なるほど。そこに言葉はいらねえよ。刺されてないのと一緒のつもりでね。なるほどなるほど。勲章だよ。勲章薬ですね。大丈夫ですよ。死ぬのは1回でいいんですか。そんなね、何回もね、死なないでいいんですよ。変な人しかいないな。それカメラ映って言ってもらっていいですか。それハッチさんです。よろしくお願いします。ハッチです。大したことないですよ。だって刺されて死ぬのは1回でいいんですから、何回も死なないでいいんですよ。そうですよね。ハッチさん、カメラこっちです。でも親方がすごいですよ。親方、あちらにいらっしゃるのが。親方いる？いません。いないよね。あれ裏方です。裏方ですよ。基本的に巣見えないんで。オオスズメバチっていうのは土の中にあるんで、掘るんだよね、アリンコみたいに。なるほどなるほど。なんで見えないの。それを今度シャベルとか手で掘り起こしておく。その時にまた蜂出てくる。今日一日よろしくお願いします。こちらこそお願いします。ちょっとみんなで親方挨拶に行かない。そうですね。やっぱりよろしくお願いします。よろしくお願いします。本当だ本当だ。めっちゃいる。すげえ飛んでる。めっちゃ飛んでますね。もうちょっと違う。いや大丈夫です。親方ガンガン行けないか。あれでたまに刺されるからね、あれでね。確かにめちゃくちゃ黒い服着てましたよね。そうだね、そうだね。やるんですよね。やるよ。暑くないですか、結構でもやっぱこれ。いや暑いけど、ちょっと衣とないな、俺は。どうでしょう、これで顔と服が合体して。本当これで大丈夫なんかな。まあ、網で、まあこう、鉢飛んでるでしょ。はい、で、こう、下からすくいます。下から上じゃなくて、下から上、下から上。そこだけ一回だけやってみるか。捕まえました。捕まえました。くるっと。すくっと。そう。閉じて。そう。で、下の方まで入れて。はい、そう。そう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 、そういうことです。で、今みたいのを、とにかく繰り返して、はい、全部この中入れちゃおう。まあ、周り見てもらえばわかるけど、家がたくさんあるじゃない。うん、ってことは、やっぱり確実にやるなら、取り切っていかないと、はい、迷惑逆にかかっちゃうんで。そうですね。ね、途中で、なんか怖いからやめますみたいのは、なしで。はい。最後まで頑張りましょう。やりきります。じゃあ、お願いします。お願いします。今から突っ込んでいくからね、はい、あれをかっぱいでいかなくちゃいけないと、その時に蜂がうわーって出るんで、もういつでも蜂を捕まえてすぐこの中に入れる準備、はい、もう一緒に前に行こう。もうはい、ガツオガツオ、ほら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 、これこれこれ見て、これが穴。あ、本当だ、大きい。なんとなく穴わかる。はい、そこもどんどん捕まえちゃっていいですか。そう、どんどん捕まえて。うまい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 。さすが。え、富山の虫取りマスターやん。まだ買ってんの。結構。めっちゃ取ってってるやん。結構。やばない。結構捕まえたでしょ。うまいっすね、どんどん。いや、でもやっぱ、プロはすごすぎる。あとね、結局これね、体力やばい。やばいっすか。きつい。網を振り回すのがね、結構。ほら、だんだん見えてくる。え、でかっ。これだってこれ。ほら、取って。ほら、すごい。超でかい、超でかい。え、めっちゃでかない。でかいね、これね。やばいじゃん、これ。いいのに当たったよ。さすが、運持ってるよ。持ってる音が違うよ。めっちゃ世界的。ね、休憩したいよね。ちょっと休憩したいですね。ちょっと。疲れた。いよいよ、休憩しよう。やばい。バスケした。いや、これバスケしたよ。いや、ちょっとね、想像を絶する大変さだったけど楽しい。小学校の時マジ虫取りしかしてなかったから、田舎で捕まえる楽しさがね、危険と隣り合わせなのは分かってるんですけど、これすごいね。さあ、後半はなんと健介がやります。マジかよ。あと俺がちゃんと付け出してやっから。頼むっすよ、本当に。死ぬっす。死ぬな。つけれてそう。あとバカでかいやつ取るだけですよね。あとは角を上げるだけ。あ、本当ですか。ここでひっくり返すから、今度。ひっくり返す。ひっくり返して、もう持ち上げてひっくり返す。はいはいはい。で、あと中にいる蜂を全部払わなきゃなんねえから。はいはいはい。今燻液で今度蜂を追い出しますから、その中にいるやつ。お願いします。よろしくお願いします。ダメだからね。はい。閉めるから閉まって。ありがとうございます。硬いのこれ。硬いですね、これ。これでこうなってる。あ、それで。待って待って待って。なんで今。健介、おい、働いてるけど。あかない、あかない、あかない。待って待って待って、本当落ちるじゃん。ガチガチガチ、本当落ちる。やばいやばいやばい、痛い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 。落ち着け、落ち着け。痛い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 。早く早く早く。健介、あっち。健介、ありないから。ありないの？ありない、大丈夫。あ、オスだそれ。曲げり込んじゃったのか。どこから入ってきたんだろうな。どこから入ってきたの。というわけで健介さん、蜂の取ってたら。蜂入ってるドッキリでしたー。いや、ドッキリね、入ってるよ。どうでしたか。え、焦るね。もうなんかバイブみたいにこうやって揺れてたからもう蜂よりも早く行かないと。まあけど本当だと安全な針のついてない蜂だったんで。ありがとうございます。はい、もう厳選してくれたんですね。厳選していただきましたもん。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。楽しんでくれてありがとうございます。うわー、いいや、離していい。はい、離します。うわー、うおー。要塞みたいでしょ、なんか。かっこいい。新庄、これ。これが新庄大橋ですよ。すごい。でかい。もう少し見て。